こんにちは、ララガールのふみえです。7月1日から地場サーネードコーチはララスタイルに進化しました。今までは地場サーネードコーチララスタイルと名前が別々でしたが統一されました。今まで以上にフリーペーパー、ポータルサイト、モバイルサイトの連動感を出していきますので今後ともよろしくお願いします。それではまず7月1日のフリーペーパーララスタイルのご紹介と、会員ポイントランキングのご紹介をしていきたいと思います。はい、関東特集のネットライフスタイルでは夏の甘味と称しララスタイルからおすすめの甘味レシピのご紹介をしています。こちらは、シュワシュワサイダーゼリーのご紹介ですけど動画でも見れるようになっています。7月号の特集としてはしっとり派、キュート派、夏の美人浴衣と称して夏の浴衣紹介やヘアアレンジ術をご紹介しています。一緒に花火大会や夏祭りスケジュールも掲載してますのでご覧ください。その他ツタヤスタイルでは牛尾店のご紹介、スパバンスタイルでは、観光地巡りのご紹介をしています。ではポイントランキングの発表です。6月24日時点での会員ポイントランキングの1位から3位までをご紹介します。では第3位、まあまあさん1720ポイント。2位、まゆげさん2075ポイント。第1位、Kさん2280ポイントです。月間投稿数1位はまゆげさんです。おめでとうございます。まゆげさんには1000ポイントをプレゼントさせていただきます。皆さんもぜひどしどしご応募して投稿してポイントをゲットしてください。エコスタイルショッピングでは土佐の風お中元ギフトと題して高知のお中元ギフトをご紹介しています。こちらは8月20日までの販売となっておりますのでぜひ県外の方に高知の味を送っていただきたいと思います。最後に事後予告です。ネットライフスタイルではあのベジスイーツでおなじみのパティスリーポタジェの柿沢彩さんが登場します。特別企画ではビューティースタイルと題して夏のボディケアからトラブル回避をご紹介しています。また今月からイオンモール高知南高等1階でララスタイルの CM を放送しています。皆さん見てください。それではまた来月。